メクシェールコトエドソン・アンドレシトエは、モザンビークマプト出身のプロサッカー選手。モザンビーク代表、FC ジロンダン・ボレドを所属。ポジションは、ディフェンダー。2010年1月、ポルトガルに渡りスポルティング CP と2年半、延長オプション付きの契約を結んだ。2010年2月24日の CF ベレネンセス、センで、リザーブチーム初出場。8月、 保有権の一部が8万7千ユーロでトラフィックグループに売却された。2010から11シーズンは後半戦から SC、オリャンセにレンタルに出され、2010年9月11日にリーグ戦デビューを果たした。翌シーズンも引き続きレンタルに出され、プリメーラリーガ残留に貢献した。2014年6月19日、スタットレンヌに移籍。 第2節のエビアンとノンガイ RFC 戦では2得点を上げ、6から2の勝利に貢献した。2019年4月27日に行われたフランスカップ決勝のパリ・サンジェルマン戦では延長。PK 戦を含めてフル出場し、チームとして48年ぶり3度目のカップ制覇に貢献した。2019年5月9日、ジロンダン・ボルドーと4年契約を結び移籍。 2007年にモザンビーク代表デビュー。ありがとうございます。